青森市多模木の付近青森県道40号青森、田代戸和田線は、青森県青森市奥野から、戸和田市三本木に至る県道である。青森市奥野で、青森県道27号青森波岡線から、分岐し、同室ついで国道7号青森環状道路と交差、田代平を経由して、国道394号と交差した後、戸和田市三本木で、 国道百二号に接続する。途中の銅像舎谷付近から国道百三号に至る枝線林道がある。国道百三号に並行し、青森市と東和田市や八戸市など県南地方を結ぶ代表的ルートの一つでもある。冬季は一部区間で通行止めとなる。1九百二年に起きた八甲田雪中、高軍遭難事件で、遭難した連隊が通過した道としても有名で、 途中遭難現場には、五島五条の銅像、また兵士たちの墓地や、遭難資料館も沿線に存在している。八甲田雪中行軍遭難事件は1977年に、高倉県、北王子金谷、三国連太郎主演による、八甲田山として映画化。雪中行軍を成功させた不評弘前第31連隊もこの道を通過している。田代平付近には、 吹雪等で立ち往生した、際の避難場所として、東八甲田雪道避難所が設けられている。ABC、県道の路線の認定。青森県。2014年5月24日閲覧。S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省。国時第1270号、建設省。 ありがとうございます。